援軍とはありがたいね。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。ここで雪村を失うわけにはいかない。興ざめ。何を考えているかわからない御仁だね。信長は強い力を持ち忠実な部下もいるが、あの調子じゃ信奉者以外はついていけない。対抗勢力が現れていて、ここにいるのは危険かね。直江兼次、救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に打たせはせぬぞ。おお、兼次殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたにゃ。おお、いい戦ぶりだ。宿敵共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。目論見通りよ。いいんですか。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。戦うぞ。おい、魔が遊んでやる。我が手に光を逃れん。手が悪すぎたか。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたがなかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの才と結束は侮りがたし、これ将来的に勝ち目がありそうなのだ。しゃあ伏兵もやっつけたか。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。いいんですか角度。これはどういうことです。悪いね光秀殿、俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角度信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれん。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいんだ。あっぱれなものの不要の俺の腕見せてやる。家具の野郎裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。の弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴まりかの。マロも行くの。俺は過分か。こっちに来た以上あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この裏切り仁君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど、この世界でもあんたは相変わらずだ。さあ、異世界の地獄一緒に楽しみましょう。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。あの人がどう出るか見ものね。徹底的にやってやる。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。マリの心は和の心。受けてみられ。氏康逃走。こんなとこまで追っかけてきたか。戦バカ。ここは退散するの。背中を見せる橋だがやむを得ぬ。雪村感服いたします。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。救援感謝します。戻って策の練り直しだ。申し訳ございません。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だが、一体どこに行ったんだろうね。信長私が行け。急ぎ雪村を救わねば。真の三国無双ってあんたのことか。大将軍、我を見捨てたもん。勝負だ。信長様のためここは通せません。修羅と化し止めてみせます。毘沙門天、我を見捨てたもん。暴走てやはってやはってや狂然。これまで聞かせていただきます。さすがは謙信、軍神の異名もうなずける。あ渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたもそう楽しまない。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている？理由なき力に従えるはずもない。よいぞ劉備、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。我を見捨てたもん。自分の非力さがもどかしい。我が手に光る黄金連山。どうしよう。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。